できることあるんですよ。チキちゃんの友達が体外受精チャレンジするんだって。そうなんです。なんか初めて移植をすることになったって言ってました。移植ね、こう、まあ、採卵がじゃあうまくいって今度じゃあ移植するっていう形かな。はい、なるほどですね。わかりました。じゃあ今日しきちゃん友達にじゃあ先生が話したことって教えておいてくれるかな。今日は移植前の過ごし方っていうね、ちょっとお話ししようかな。はい、お願いします。じゃあ、まあ移植っていうところで、まあ何回も話してるんでね、そこの部分はちょっとカットしますけども、内膜に、ここ筋層ですね、筋肉があって、内膜の中に受精卵が、まあ、胚盤胞だよね、ハッチングした胚盤胞が潜ることを受精というわけですね。受精じゃなくて、ごめんなさい、着床というわけですね。着床というわけなんですけども、ここの段階において、まあ、じゃあその前にどんな生活をすればいいのかっていうところをね、ちょっと先生からお話しさせていただくというふうに思います。で、ここなんですけどね、もう都市伝説がたくさん、もう先生がこの分野に入ったね、十数年前から本当もう都市伝説、もういくつもの都市伝説が現れてきました。中にはね、キャベツの千切りを食べなきゃいけないだとか、パイナップルをなんか大量に食べなきゃいけないだとかね、なんかこう商品名で言うとあれなんで、あれなんか何かを食べなきゃいけないとかね、そういう話がいろいろあったんですけども、これ残念ながらね、その着床が上がる食べ物って話になってくると、まあ以前の動画でとった食べ物じゃないけどね、サプリメントで言うとビタミン D っていうところ、これちょっと劇的に変わるねって話をしたっていう話ですね。これまあ前の動画ね、前の動画ちょっと見ていただくといいかなと思うんですけども、ね、まあ食べ物、これ何をすれ食べれば着床しやすくなるかっていうのがなかなか厳しいかなっていうふうに思いますね。これは要するに、例えばもしかしたらそういうのあるかもしれないんだけど、ただやっぱ人それぞれ必要なものが違うって考えていくと、やっぱりね、いつも通りの話に、ね、なるんじゃないかなというふうに思います。なので、どちらかといえば過ごし方編で考えると、ね、重要なのはこうダメな要素を取っていくっていうイメージだと思ってください。移植して着床、ね、率を低下させる要素は何かというところを考えていった方がいいんじゃないかなというふうに思っています。これはね、ぜひしきちゃん友達に伝えてってほしいんだけど、とにかくですね、細胞膜って基本的に油ですよね。油っていう話になってくると、しきちゃんが普段使ってる料理するよね。料理何の油使ってる？今油切れてて、オリーブオイル、まあまあまあ、おそらくいいんじゃないのかなね。で、まあ、熱にもそんなに弱くないしっていう形ですね。まあ、古いものなんか、ね、いいもの悪いものあるっていう話だし、ちょっと選び方もオリーブオイル実際あるんだけどね、まあまあまあ、このオリーブオイルを使ってるって話ね。オリーブオイル美味しいよね。どちらかといえば炎症をこう抑える側なんじゃないのかなっていうふうに言われている油の話ですよね。でも本当はごま油が好きです。ごま油美味しいよね。ああ、ごまね、なんとも、なんともごま油は言い難いけど、いい成分も入ってますよね。ごま油に関して言うと、いい成分も入ってるかなっていうふうに思いますね。まあ、あんまりね、こう細かいこと言って、あれダメ、これダメって言ってた時期、先生もあったんですよ。あれもダメ、これもダメ、あれ良くない、これはこういう部分が良くないって話で言ってて、すごく厳しくね、分割さんに接してた時期があるわけなんですけども、こう、あんまり正直成績良くなかったんですよ。米完全に食べちゃダメ、半完全に食べちゃダメっていうよりかは、どちらかといえばここら辺、チキンが美味しいじゃないですか。ね、美味しいので、こういうところってそんなにごくごく飲むわけじゃないでしょ。ね、ごくごく飲むわけじゃなければ、まあまあ、ちょっと、いいかなという感じですね。で、避けてほしいところですね。避けてほしいところって話になってくると、まあ、いわゆるね、サラダ油みたいなものですね。サ
ラダ油ってなんかイメージ、地球ちゃんの時にサラダ油のイメージってどんなイメージがある？うん、なんかね、いっぱい入ってて安いやつ。いっぱい入ってて安い、そうだよね。なんか量の割には安くって、こういうものと比べると全然値段が違うよね。うん、なんだけどサラダ油っていうところが、これね、みんな本当知ってほしいなっていうふうに思うんだけど、読める？ちょっと待って、炎症。炎症だね。基本的に炎症を起こすんだよっていうふうに覚えてくださいですね。炎症を起こすって避けてほしいところで、マーガリン、わかるかな、マーガリンとかショートニング、マーガリンとかショートニングっていうものがあって、これは食べ物の成分表の、ね、見ると意外と入ってます。ショートニングだとお菓子とかにめちゃくちゃ入ってるし、パンとかにもすごい入ってたりするわけなんだけど、基本的にこれらは炎症を起こすっていう話ですね。なんでこういう、例えば油の話をしたかっていう風になってくると、例えば子宮ちゃんの友達、おそらく採卵してね、もう移植するのは間際だというふうに思うんですよ。でもやったよね、受精卵を弾く作用が炎症だよって話したと思うんだけど、そこの部分で、これらのものが入ってるものをちょっと一旦やめようかっていう話になってきます。炎症があると基本的には着床を妨げますね、妨げるので、しきちゃんどうかな、こういいものって、この2つがね、一概にこうこれは OK だからどんどん取ってとかね、これも OK だからどんどん取ってとかって全然言えないんですよ。悪い面が確実にありますね、悪い面が確実にあるんだけど、そう、まあそういうね、例えば完璧にギスギスやってうまくいかなかったんですよ、先生とかやってる子たちもね。なんとなくね、こうただ悪いものを避けてくって話になって、やっぱ着床率って上がりました。こういうね、オソモレキュラーと分子栄養学っていうのも知識を得てから、本当にね、着床率って過去と比べると全然良くなってるんですよ。体外受精自体もね、技術の進歩ももちろんあるというふうに思うんですけども、考えると移植前の過ごし方、とっても重要な要素として油、ね、油を、炎症が起こる油っていうものを避けてみていただくのがとってもいいんじゃないのかなっていうふうに思います。どうかな、ちくちゃん、これ伝えられる、お友達に。はい、大丈夫です。うん、伝えてあげてください。